皆さん、こんにちは。還暦とは思えないほどの若々しさの手塚さとみさん。世界的スターの真田広之さんとは1990年に結婚しました。しかし1997年に離婚されています。それ以降、手塚さんのもとに運命の人は現れませんでした。そんな手塚さんに再婚していたという噂がささやかれています。そこで今回は真田広之さんとの離婚理由、手塚さとみさんの再婚相手、現在についてご紹介します。真田広之さんと手塚さとみさんを引き合わせたのは、俳優で友人である時任三郎さんです。手塚さんと時任さんは不揃いのリンゴたちで共演しています。時任さんの紹介によって1990年に2人は結婚し、時任さん夫婦とは2組合同で結婚式を挙げました。合同結婚式なんて時代を感じますね。1991年には長男小野、1995年には次男日向と2人の子供が誕生しています。出産の時に手塚さんはカメラ数台を持って撮影していたというエピソードがあるほど子煩悩で知られていました。子供に恵まれ幸せな生活を送っていたさなか、突如1997年に真田さんと手塚さんは離婚しています。1997年に離婚した真田さんと手塚さんですが、離婚原因は実は真田さんの不倫でした。真田さんは1995年映画写楽で共演した葉月理央奈さんと不倫関係になりました。葉月理央奈さんは恋愛相手に奥さんがいても平気ですと語ったことで魔性の女とレッテルを貼られてしまいました。この時手塚さんは第二子妊娠7ヶ月という時期であり、精神的にも肉体的にも相当ショックを受けたでしょう。手塚さんは不倫報道により先に知人から真田さんの不倫疑惑を聞いていたそうです。それでも真田さんのことを信じていたそうですが、不倫は間違いなくしていました。当時のインタビューでは、男の人の浮気って仕方ないなというか、どうしても子供ができると母親は子供に意識がいってしまいますから、私の辞書には離婚という字はなかったので修復しか考えてなかった、何とかして戻ってきてほしいなってなどとコメントしていました。浮気に対してそこまで落ち込んでいない様子で、寛容な考えから離婚する意思がなかったようです。しかし手塚さんの思いは伝わらず、真田さんが家を出る形で別居となりました。手塚さんは、私の気持ちばかり押し付けても先に進まないと葛藤しながらも気持ちに折り合いをつけ、協議裁判の結果1997年に離婚が成立しました。手塚さんに支払われた慰謝料は1億円と言われています。2人の息子の親権は手塚さんが持ち、シングルマザーとして2人を育て上げました。真田さんと手塚さんの間には2人のお子さんがいるため、離婚後も年に数回家族みんなで食事をしたりと、家族として過ごしていた時間は続けていたといいます。別れてからも会えるほど仲が良かったなら離婚しなくても良かったのではと思ってしまいますね。そんな手塚さんの再婚相手と噂されているのは、元夫真田広之さんです。ファンの間でも再婚の噂でいっぱいです。手塚さんは元夫の真田さんに対して、こんなに一緒に会ってるなら別によりを戻してもっていう思いはありますけどと復縁したい気持ちを明かしています。しかしハリウッド俳優として活躍し続けている真田さんの邪魔をしたくないからと複雑な思いを抱いているのです。真田さんへの思いや再婚を願う気持ちが伝わってきますね。真田さんと手塚さんの2人の息子さんはすでに成人を迎えています。美男美女の2人から誕生した息子ということもあり、2人ともイケメンと話題です。長男の手塚小野さんは1991年8月3日生まれで、2024年で33歳を迎えます。長男の小野さんの名前には真田広之さんの雪の字が使われているため、父親のようなスターになってという願いで付けられた名前なのかもしれませんね。小野さんは大学在学中だった2012年に4人組学生バンドボイスランドを結成してギターを担当していました。ボイスランドは早稲田大学の学生であった秋山博明さんの呼びかけで結成された
1年限定のプロジェクトバンドのようです。バンドの X を確認すると、2017年頃までは都内のライブハウスを中心に活動していたようです。しかし2019年10月以降、更新はストップされていることから、現在は活動中止しているようです。大学卒業でバンド活動もやめたのでしょう。生野さんに関しては情報が少なく、現在どのような生活をしているのかは分かっていません。次男の手塚ひなとさんは1996年6月12日生まれで、2024年で27歳を迎えました。次男のひなとさんはどちらかというと手塚さんにそっくりの顔立ちです。2016年には徹子の部屋に親子で出演されています。東京農業大学第一高等学校を卒業し、大学は早稲田大学教養学部へ進学したそうです。番組内では学生の頃について話されていて、大学在学中にはスペインへ語学留学をしていたとも明かされました。しかし大学は中退しており、企業などでインターンシップをしながら音楽活動を行っていたようです。世界平和に貢献するという強い信念を持って活動されていたようです。現在日向さんは北海道の白老町で地域おこしの協力隊として活動しているようです。音楽活動を通じ町の活性化に一役買っているようです。お父さんの力もあれば一気に活性化しそうですね。そして突然ネイチャーガイドなどをしていた日向さんが俳優になりたいと言い出し、オーディションに挑戦したそうです。一度は落ちてしまいましたが、別の役で初舞台を踏んだそうです。突然の話に驚きましたが、親の力を頼ることなく自立した生活を送っているようです。子供たちに流行りたいことを続けてほしいと思っていると手塚さん話しました。現在真田広之さんは海外で着実にキャリアを積み上げています。2013年12月上映のキアヌ・リーブス主演47浪人に出演した際には副主人公として出演していました。キヌア・リーブスは真田さんのこと師匠と呼び絶賛していたのです。これほど世界中で活躍されていると、アクション、演技、英語力だけでなく人間としての器の大きさを感じますね。真田さんは映画だけでなく海外ドラマにも多数出演しています。人気ドラマロストのファイナルシーズンに出演したのが海外ドラマデビューとなり、その後もアーミーオブシーブズなどに出演しています。一方手塚さとみさんは現在ドラマ出演を中心にして不定期ではありながらも映画や舞台の仕事をこなしています。息子さん2人が独立した2016年頃から再び女優業を積極的に行っています。現在の手塚さんは仕事の頻度をそれほど高めずにワークライフバランスを意識した生活スタイルをとっています。そんな手塚さんの髪型が綺麗になったと話題になっています。現在手塚さんの髪型はミルクティーヘアになっています。しかし60歳を手前に白髪混じりのショートヘアになった時期があり、白髪は当然といえば当然なのですが、良くも悪くも衝撃を受けた人が多くいたようです。ネット上ではあまりじっと見られなかったんだけど、グレーヘアの母親役の女優さんが手塚さとみさんだと気づいて驚いてる、手塚さとみちゃんのグレーヘアめっちゃ素敵やんと肯定的な意見もありました。手塚さとみのグレーヘアはやめた方がいいわ、もうどこかのばあさんでしかないと否定的なコメントも寄せられていました。2024年5月21日放送のテレビ朝日徹子の部屋に出演し、トレードマークだった黒髪をグレーヘアにしていた当時を振り返りました。司会の黒柳徹子さんから60歳を前にグレーヘアに突然の変化で話題になりましたと紹介された手塚さん、髪の毛の色が灰色になったってと振られると、そうですねグレーヘアにと話しました。現在はブラウン系の明るめの髪色のショートヘアとなっており、これは染め直してグレーヘアにも飽きたのでと説明。グレーヘアについては56歳の時にちょっと白髪っていうか白髪が目立ってきたのでどうしようかなと思ったら、世の中グレーヘアという方が出てきてちょっとやってみようかしらと思ってと明かしました。
ショートカットでグレーヘアにしていた当時の写真が披露されると、黒柳さんが手塚さんはかつて黒髪のロングヘアがトレードマークだったといい、グレーヘアとか短くしたのはなぜと質問しました。手塚さんはやっぱり年とともに毛量も減ってきますし、白髪も月に2回ほど染めなきゃいけないような感じになってきちゃったので、どうしようかなと思って、髪もすごいストレートの自分としては綺麗だなって思ってたのがうねってきたりとか、それでちょっと思い切って切ってしまおうかなとかと説明しました。思い切りましたと笑ってみせると、でもなんかね、髪の毛すぐに長くなるんですよ。なので切っちゃってもまたすぐに生えてくるかなってと平然と話しました。最初はどうせグレーヘアにするならちょっと色を遊んでみようかなと思って、いろんな色を試して実験って言ってたんですけど、実験をしながら、それまでは黒の長いロングヘアっていうのがトレードマークみたいなのがあったんで、どうせならいろんな色に変えてみようかなと、さまざまなグレーヘアを楽しんだ話をされました。どうしても黒のストレートだときついイメージになっちゃって、なんかこう赤とか原色を着るとインパクトが強すぎて、それがなんか白髪になったらいろいろ色もそんなにインパクト強くなくと、ファッションも楽しめるようになったといいます。ヨーロッパの女優さんとかに憧れてて、向こうの方って黒じゃないじゃないですか、だからなんかね、そういうのも楽しんでいましたと声を弾ませました。息子の反応についてはいいんじゃないって言ってくれてとしたものの、ただ周りのママ友たちはなんか早いんじゃないまだとか、ちょっと老けて見えるからやめた方がいいんじゃないのっていう、当時はね56歳ぐらいの時だったのでと解雇しました。それでも浸透するとそれはそれでナチュラルでいいんじゃないって言ってくれるようになりましたと笑顔で話した。今では手塚さんのファンの中には、自分も手塚さんと同じ年齢になったらグレーヘアにしたいと思う人も多くいるようです。アラカン女優の手塚さんは日々の仕事やプライベートを頻繁にインスタグラムに上げています。インスタグラムでは趣味の一つの日本酒を多く投稿しています。手塚さんは見かけによらず日本酒が大好きです。手塚さんのインスタグラムでは日本酒の写真を上げたり、日本各地の酒蔵を訪問した様子が見られます。充実した生活を羨む声以外に、投稿した写真とは関係ない肌の綺麗さや年齢を感じさせない若々しさを称賛するコメントであふれています。3度の食事よりも日本酒とまではいかないものの、美味しい食事と日本酒をたしなみながら親友や仕事仲間と一緒に盛り上がるのが最近の手塚さんの楽しみとなっているようです。いかがでしたか？仕事とプライベートを充実されている手塚さとみさん、再婚相手と言われている相手は元夫の真田博之さんです。手塚さんは真田さんとの再婚を熱望しているので、あとは真田さん次第のようです。真田さんとなら第二の人生も楽しめそうですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。